ジブリパークの開園を前に、愛知県や長野県など5つの県で、ジブリパークとジブリ展が7月から順次開かれます。大村知事は、このジブリ展で、ジブリパークの展示の一部が再現されることを明らかにしました。顔なしがいて、ここに皆さん、座ってもらって、で写真を撮れると,ということでございますので、えー、こう動きたいと。 ジブリ展では、映画、千と千尋の神隠しに登場するキャラクター、顔なしと並んで写真を撮れるコーナーが作られ、これは実際のジブリパークにも設置されます。また、映画に登場するユバーバの執務室をモチーフとした等身大の立体展示も設けられるということです。 愛知のジブリパークとジブリ展は10月29日から愛知県美術館で開かれます。